のりこさんはーいおはようございます。おはようございます。はい,はーいおはようおはよう、こんにちは。元気ですか、のりこさん。<laughs> あの、普通かな <laughs> 普通ですね、うん。元気ですよ。はい、はい、ありがとうございます。はいはい,はいはい。めっちゃ元気というわけじゃないけど、普通、普通。<laughs> でしょ <laughs> はい。僕も普通で。うん。 あのー、しかも典子さんも僕も何の準備もしてませんよね。はいはい、いつものように。そうね。私たちいつもこんな感じですよね。はい、そ,うそうそうそう。でも特に今日はい。いやそんなことない人 <laughs> やねん。いやいやいや,いや僕もね <laughs> いやなんとなく今二、うん、人とも、うん、あの本当に今なんかすごくニュートラルに。 ましたよねでもそれはいいじゃないもちろん。もちろんもちろん。自然というのはこんな感じですよね。まるでのりこさんと僕は今二人で釣りに来たみたいな。釣りか。まだそうね。釣りって基本的最初の1時間ぐらい何にも起こらないんですよね。そうみたいね。はい。全然釣れない。釣ったことあるの 僕はね、結構あるんです。あ、そっか、大分で。え、そうですね。東京は海みたいな、ちゃんとした海はないから、東京湾は、なんかね、わからない、私も全然。なんかね、川の方では、みたいな、そう、あるけど、まあでも、基本的に東京じゃないですよね。そうか、そっか。そう。 そう大分とか紀子<う>さんの多分出身とかあの,あの辺も釣りが多いでしょうそうねまあ瀬戸内海だからねうん,うんまあうち父は、うん、その若いまあ昔釣りが趣味でしたねはいはいそうですよねなんか昔そ人多かったよねそうそう僕たちの多分両親とかおじさんとか結構、うんうん ねまあ、基本的には男の人ばっかりですけどうん、うん、おじさんたちはなんか子供連れて釣りに行くみたいですそう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 ,そうですそうですうん、うん、面白いねはいなんですよあそっかそれはどうしてやっぱりねあの全てのことってやっぱりあのコンセプトを学ぶと思うんですよね。はははいはい、はいいわゆる哲学を学ぶわけですよ。 はい、おでね、あの、僕がパチンコとか嫌いな理由はね、別にパチコン、パチ、パチコンね、パチコあパチコンね、パソコンみたいな。あ、そう、あしい言い方があるのかと思ってた。パチンコね、パチンコ。パチンコ、まあ、やったことはありますけど、私もありますよ。なんか、パチちょっとね、その、 ね、パチンコが好きじゃないとか言うとあの人はね例えば、うんお「でも先生パチンコ勝ったら嬉しいでしょ?」とか言いますよね。あ本当はいでもね勝ったら嬉しいとかいやいや負けたら楽<う>しいとかじゃなくて <laughs>、うん、やっぱり基本的にはパチンコに行くことによって、うん、まあ人生は運だみたいな、うん、結構、うん、結構そのまあ今のパチンコって別にその、うん、なんかデジタルで。 設定とかがいい席いい台に座れば、まあ、勝つこともあるだろうし、うん、それで設定が良ければね、うんうん、最近ね、うん、UFO キャッチャーも同じで UFO キャッチャーも設定されてるんですよあそ,うその力が。本当にもう自分のスキルとかじゃないんやい, <laughs> いや,いや本当にね、ま、少し前まではスキルだったんですけど <laughs>、うん、今はやっぱり。 その,その台ですよね、台をチェックして、うんうん、まあ、その強さですよね、UFO キャッチャーの、うん、アームの強さとかが設定されてるんで。本当に何、何確率が低いってこと、その取れるのは。いや、えっ、ー、と、たまたま偶然みたいな。そうそう、例えば僕、うん、僕の子供が取れたのは、多分、うん、うんうん、いいあの設定だったんだと思います、えー、たまたま。そういうこと。はい だからまあ偶然運、うん、みたいなもんでですよねそのラッキーアンラッキーみたいな、うん、そういうコンセプトでしょ、うん、だから僕はあんまり好きじゃないですよね。まあ人によってはそれが好きかもしれないけど、うん、僕はあんまりそれがそうい,う、ね、いいこととは思いまなけど私,私はなんかもう単純にもうそんなことに時間を使いたくないというかお金を使いたくないというかね。まあね。でもも例えばお金をたくさん使っても うんまあ、例えばあの語学の,あのレッスンとかはもちろんそうだしスポーツとか何かこう良くなることね自分が練習すれば良くなることにお金を使うのは楽しいと思うんですけど何か何度やっても運んですよね,よね勝ったり負けたりだ,、ね、でだからギャンブルは僕好きじゃなくて。本本当当はい だからまあ何の話をしてるかといえば、そそそううう魚釣りね釣りなんですけど、釣りの哲学ですよね釣りはね、やっぱりねこ、れこれもちろん運なんですけど、釣りの場合はちょっと、そのなんていうかな、まあギャ,ンブルギャンブルとは違うんですよね。ギャンブルとは違って、なんだかやっぱりこう自然の中、自然のランダムさ。はい それがなんかすごくこう何かカジノのランダムな運とは違うんですよ自然のもっと。なるほどなるほど。魚たちがまあいたりいなかったりの騙されたり騙されなかったりまあその天気もあるししかもね釣りの面白いのはやっぱり釣れない時ですよね。そうねそう言ってた私の父も。確かあの お父さんと一緒にね釣りに行って野球、うん、は釣れるかなみたいな期待をしていくんですけど、うん、基本的に釣れないんですよ。で釣れない時のあの切なさ、うん、そしてその切ない感じを親子でシェアしシェアしてねなんかあの静かに待っても待っても来ない。<laughs> なるほど。<laughs> でもでもね魚は来ないけど。 その静かさは逆にあるんですよねあるあるある逆にね逆にあるんですよそれがいいんでしょ本当ね何も起こらないからこそ静かな時間が得られるっていうそのいわゆるもう本当哲学的ですよねそういわゆるなんか何もない場所にないがあるみたいなないが存在する無があるためにはあってはいけないいはこの部屋にえ 先生、この部屋何もないですよ。いや、ないがありますよ。ありますよ <laughs>。ないがあるでしょ。これが分かるのは深いことですね。そう、スペースがあるということね。なるほど。うん、だから、魚が釣れないからこそ静けさがある。うんうん、えこれですよ、うん。これですね。<laughs> そう。いやいやいや、そういうことです、ね。だから、今日ね、始まった時に、決まったトピックがなかった。うんうん、決まったトピックがないからこそ、 自由があるんです。えら、うん、<laughs> いなんかまた持っていきます。自由がある、僕たちには。僕とドリコさんの間には。計画されてない自由がある。うんうん、それは楽しいよね,ね。驚きがあるんですよ、うん。驚きそうそうそう,そう,そ,うそう。いつもサプライズが私そう思った。私もなんかあ、釣りと来たかっていうね。うう <laughs> わおみたいな、そう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 。そ,うその通りでございます、皆さん。 それれが楽しいいいんじゃない私たちのこれを聞いてくださってだからね、なんか釣り、なんか魚を食べたいんだったら魚屋に行った方がいいですよ、もちろん。<laughs> どう考えても。そっか、そっか、<え>そっか。でも私あの子供の時待ってましたけどね、あお父さんが魚釣り行って、などんな魚が今日食べるのかしらみたいな <laughs> 家で <laughs> 子供ながら <laughs>。一緒に行かなかったんですか行かないよ私はえ これはなんで行った方がよかったのかしらいやいや、まあ、行かなかったですねでもね、うん、思えばやっぱり行った方がよかったんじなかな本当いやでもね一つ問題があったうちの父は船に乗って、うん、あそれかだからマジ,<れ>マジなやつですねそうで私はもう乗り物酔いが本当に激しかったから今までですけどうん、うん、無理無理 もうあの倒れに行くようなもんですよねはいはいなので私は家で待ってはおりましたよいやいやいや実は僕のお父さんも船に乗ってたおお。そう。いや今でもねなんか友達たちと一緒に船かってそうみたいねそうそうそうそんな感じそんな感じみんなでね乗ってででも僕は連れて行かなかったそっかまあなんか僕の両親って結構僕の僕とかお姉さんの 安全をすごい考える人たちで、うんあ。まあそうだよね。海、結構危ないよね。た危ないですから。もし、もし、もしなんかあったら。ね、そうだよ、そうだよ。私の母なんかは気をつけて行ってきてねってよく言ってたわ、父に。やっぱり結構危ないですかね。怖いよね、コンセプト。海だもんね。海だから。そうよ。 結構荒いよね。まあ、世界はそこまで荒くないけど、うんまあ、大分の,の海は。かね、あの。そうだよ。そうだよ。天気とか。うん、本当だね。結構ワイルドだったね。そのお父さんのこと考えたら、なんか。今の人、そんなことするのかな。まあ、するでしょうね。する人。まあ、でも、最近はそのアウトドアブームでしょ キャンプとかそうそうキャンプとかやっぱり海じゃなくて山に行く人が多いんじゃないですか。山に行く人が多いのかはいあと釣りとか狩りまなんかそっちから来たそういや釣りとか狩りとかやっぱりそういう動物を殺す動物とかももちちろろんん生き物を殺すことをまあ普通にはしないですねやっぱりもちろんもちろんそうね いやもちろん毎日肉とか魚とか食べてる人たちがね、うん、そんなナイブなこと言うのはちょっとある意味変ですけど、でも、うん、まあ、まあ、あえて、ね、世の中そういう感じですよ、<う>やっぱり、ね。そう。あえてその魚を取ってそこでさばいて食べるとか、そうね、ごめんなさい、私、山に行って、なんかこう、<laughs> イノシシを取ってさばいて食べるとか。はいはいはい、うん まあ、昔はね、それが、その、半分。仕事半分遊びみたいな <laughs>、うん。<laughs> ね、やっぱり食べ物を取る。みたいなね。目的。まあそれはね、昔、昔は、まあ、それが生きるにつながっておりましたね。でも、あれそう、昔,昔ですけど。うん、のりこさんが言ったように、お父さんがさたくさん魚取ってきて。なんか。まあ冷蔵庫うん、うん。お母さんが料理するんですよ。そうでしょ、冷蔵庫にはたくさんの魚があって。あの、しばらく。 スーパーパででで魚を買わなくてもいい,い。そそううすすよ、すよ。本当そうだったんですよ私よく覚えてるわ。うんうん、あたなんかあ、たくさんだね、今回は、みたいな。うん、わあ、みたいな、そうそうそう。たくさん魚食べて、うん。DHA 取って。<laughs> またそう。まあそうね。のりこさんは。ん小学生の時、頭良かったかな。<laughs> 頭、言ってましたよね、のりこさんは。<laughs> うん。その時だけね。<laughs> そうそうそう、小学生の時だけ、ね。小学生の時。うん。で、その、そのあの、 その惰性で、まあ大人にまでいったっていうことでしょ <laughs> そう、まあまあ小学生の時の頭の良さまあ、まあ。どんどん落ちていきましたけど。本当ね。まあ,まあまあ。いや、でもね、<laughs> 僕も、僕もっていうか、まあ、僕もそうなんですよ。うん。はい、子供の時めっちゃ頭良かった記憶がある。うん。なるほどあの。で、どんどん悪くなった。<laughs> はい。まあ。何なんですか。何なんですかね。なんなん あのさでもさ、うん、ちょっとあの話が表に戻るけどキャンプ山うん。さんはキャンプととかしたことあるまあだからなんかやっぱり我々の時代は、うん、あのまだまだそういうことが普通だったのでやっぱり、うん、あのなんかいろんなキャ,ンキャンプのイベントがありましたよね小学校とか小学校とか。 こうじゃないけど例えば剣道のクラブで剣道キャンプって言ってあ<ー>まあ剣道はしないんですけどみんなでねでも夏休みどっかに行くとかそういうことでしょそうなんか野球部とか剣道部とかなんかいろいろなんかクラブが夏はいつもキャンプ行くみたいな遊びのキャンプね、はい、遊びのキャンプですねだ、はい、しなんか友達の家と一緒になんか家族と家族でキャンプ行ったりとか、うん、なるほどね 今よりは、まあった今でもなんかまあそういうこともあるらしいですけど僕たちはそういうことしないなんかでもねよくゴールデンウィークとかにさ、ね、キャンプに行きますみたいな人なんかよく聞,き聞くじゃないなんか記事も読むしそんなの、ね、そう人気なんでしょうね、うん、日本でねまあ日本の,い,い,のかないや日本のキャンプ場が楽しいと思いますよ 施設が整っっててるここととそうういですねまず駐車場があってんかトイレとか台所とかがあるキャンプ場によっては焼肉セットみたいな食べ物のセットももらえる肉とかもそこで買えるとか肉とか野菜とかシーフードのセットを買って。 <で>バーベキューしてゴミ,ゴミ箱もあったりとかうまあそういうキャンプもあれば随分昔のイメージと違うんだあのねいや逆にそういうキャンプじゃないと多分できないと思うなるほどなんか普通にその辺の山にテントを置いてキャンプとか多分ダだめだと思いますまあまあそうねそうね、うん、なんか山は大抵誰かのものだからもか施設がちゃんとしてるね、うんうん、そうそうなんかその、えー ほとんどの山は誰かのものですからね。うん、な,なんかあのしいたけ作ってたりとか。<laughs> まあね、確かにね。そう。確かに確かに。僕、うん、の田舎の山とかにテント張ってとか,か多分できないと思うな。危ない。あそれはね、危ない危ない。うん、それはね。 もちろん火はつけられないよね。あそうそう火もダメダメあ火そうそうそう。うん。だからまあキャンプ場に行くしかないですよね。そうだね。キャンプ場は結構充実してて、うん。多分楽しいと思いますそっかそっか。行きたいですよ。あ本当？興味ある？ 誰かが運転してくれて、誰かが <laughs> あそういうこと誰かが準備をテント立ててくれて、誰かが誰か肉焼いてくれたら肉を焼いてくれて、<laughs> 誰かが子供の世話してくれて、そうかそうかそう、それは楽ちんですよね。そう, <laughs> そうそうそうなんかビール飲みながらじゃ本読んでたりとかして誰誰かがあの奥さんの仕事の愚痴を聞いてくれて。<laughs> なんかそ,うかそうやって考えると、うん、むしろ僕が死んで、うん、あのー、なんか奥さんが誰か新しい人と新しいなんでそんなこと言うの <laughs> で僕は幽霊のようにそれを聞いてああ僕はテントを建てなくていい、うん、僕は子供の世話をしなくていい,くてもい,い僕は奥さんのこなんかふらふらしてるの幽霊としてそんな感じですよねなんか僕が言ってることって結局僕は何もしたくない、うん うんねだからもうめんどくさいことしたくないまでふわふわして生きて魂になってそうねなんか人生生きてるとねめんどくさいことありますからね運転したくないまあ運転はしたくない私もいやいやキャンプは本当にね冗談じゃなくてなんかそのまあ写真だけ見ると楽しそうだけどいや結構大変だよねそうそうそう。 やっぱ誰かがね、好きな人がいないとできない。そうなの。私の家の場合はやっぱ父でした。父が好きだったから、全部父がやってくれてね。いやだから、子供は遊ぶだけ。レンタルするとか、そういうことしないと。うん、か、あの、あの人は本当に、もう私の父はそんなこと大好きですね。え、本当大好きだった。そういう人がいればいいんですよね。そう。ね、楽ちんなんですよ。え。本当に、うん、うん。全部やってくれるから。そう。はい、はい。 でね、僕のお父さんそういうタイプと思ってたんですけどうん、うん、なんかちょっと違ったみたいでうん、うん、あそうかそうちょっと違ったんですかみたいで実はあんまりやってなかったという,うん、うんうん、あそっかそっかそうやっぱりいつもグループで行ってたからお父さんなんか手伝ってたけど、うん、リーダーじゃなかったかもしれないですね、うん、そうやっぱ友達のお父さんとかで多分もっとリーダーっぽい人がいたんだと思ういつも。 その剣道クラブとかでもいたんだと思う。うでもお父さんは手伝ってただけだとうん、なるほど、はい、なるほどね。だからまあ僕のお父さんだからね。やっぱりそもそもそんなにあの。そ、うんな。いや僕はテントは無理だな。でもなんか最近のテントは簡単なんでしょのりこさん。そうらしいよ。<laughs> 僕の不器用さは本当にあにびっくりしますよ。あ本当に。とに、はい、不器用なのまずね 椅子あるでしょ折りたたみの椅子。はい折りたたみの椅子をもう。折りたためためてか、その。開けないの開けない。それぐらいの問題じゃないやや奥さんがいつも、いや、逆みたいな。ああ、そういう。あなた、逆だよみたいな。何やってんのよみたいな。僕は本当にね。本当ですよ。じゃあ、なんか。 組み立て、自分で組み立てなければいけない家具なんてもうダメだ。いやだからイケアのやつとかは全然ダメですよね。そ,うそ,うそっか。そう。私もだけど。<laughs> あのー、じゃあ私たち2人はダメですね。一緒に暮らせない。<laughs> いや無理でしょうね。私も本当ダメなタイプ。うん、全然わかりません,、うん。もう僕はいつもこういうなんかこういう何、うん、こういうあの。うん じゃーっていうの、そのビとか逆に逆にあ強くしたり開う逆に開けようとしたりするし開かないみたいな感じで逆にしたり私もあるわそうあと何まあ靴靴紐もちゃんと結べないしねもそれはできるだからお店で買うときはいつもお店の人にすいませんあの両方全部入れてもらっていいですか そんな、そんなことお願いしてるんですかそう。はい、履いて帰りたいからみたいな嘘をついて。そっか、まあ、やってくださいますね、きっとね、日本、ね。そう、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 もちろん、もちろん。うん、ちょ、ちょっと両方試して、履いて帰りたいんでみたいなこと言って。そう、でも、本当は、そのまま買うとちょっと。と、はいね、本当は違うんだ。そう。<laughs> 自分、いや、面倒くさきだけなんじゃない。です病気は、とめんどくさい、違うよ。<laughs> いや、いや、いや、本当に。何でもできない そんな本当に何もでき